はい、皆様こんにちは、セミナーズの清水です。さて今回はですね、これから新しい時代に入っていく何かが必要だと感じている経営者は必見ですね。もう大きく人生のみならず事業が一気に飛躍していく、この万徳のマーケティング、今日はこんなテーマでお話しさせていただこうと思っております。これからですね、コロナによって世界が変わってしまった、さらにはこれが徐々に落ち着いてきた後どうするのか、こんなヒントをつかみたい。世の中全体的にですね、景気がいい、景気が悪い、為替がどうだこうだとね、さまざまな議論がされていますけれども、経営者としてじゃあどうしたらいいのという、その答え、未来に向かっていくその、力を与えてくれるヒント、なんかそんなものが欲しいなって方はぜひ最後までご覧いただければと思います。突然ですが皆様に質問です。少しでも当てはまれば、はいと心の中で答えていただければなと思います。もっと売り上げを上げていきたい、でもどうしたらいいかがわからない、なんていう方もいるかもしれません。影響力を高めていきたい、これからインフルエンサー、もしくは YouTuber になるとか、 SNS で拡散していきたい、情報発信していきたいという方も多いのではないでしょうか。影響力高めたい、でも何からやればよいかがよくわからないという方もいるかもしれません。集客が課題だと、でも解決策がなかなか見つからないという方もいるかもしれませんね。時間が足りない、新しい何かをしたくても今は忙しいとずっと言ってると、3年前も言ってたと、5年前も言ってたと、いつかは何かできるんじゃないかって言ってるんだけど、忙しくって結局何もできないままでいるという方もいるかもしれませんね。さらには右腕となる幹部だとかパートナーが欲しいと、いい人材を採用したい、仲間に入ってもらいたいと思ってるけども、なかなか出会う機会がない、しかも人がなかなか育たない、なんていうこともあるかもしれません。人によっては資金繰りが不安だと、どうしようと、お金の不安があってですね、前に進めないという方もいるかもしれません。実際はマーケティング、今日の、テーマであるマーケティングっていうのはですね、最高の資金調達の機会なんですね、機能を持ってるんですね。ですからマーケティングを学ぶこと自体がお金の不安をなくしてくれることなんですけれども、今日はこんなこともですね、お話しできればと思ってます。これまでの質問に一つでもはいと答えたものがあるのであれば、本日の動画をご覧になっていただければ強力なヒントを得ていただくことが可能なんですね。ぜひ最後まで楽しんでご覧になっていただければと思います。今回の動画ではあなたを勇気づけてですね、こうすればうまくいくという即効性のあるマーケティングを提供します。これまでに我々がですね、5万人以上に共有してきた、提供してきた成果実証済みの内容なんですね。ぜひこの動画を最後までご覧になっていただいて、あなたの人生を変える最高のアイデアを手にしていただければなって、そんな風に思っております。初めて私のことをね、知ったという方もいるかもしれません。実は法名とか出てますけどね、お坊さんでもあります。お坊さんでもあるんですが、マーケティングと事業成長の専門家っていうのが本業なんですね。これまでに計測できているだけで200億円以上の利益向上に貢献してまいりました。フォーブスというビジネス雑誌ではオフィシャルコラムニストとして、お仕事させていただいております。インド哲学、ギリシャ哲学、中国の古典的な思想であるとか、西洋哲学、日本的精神などを探求してですね、それをいかに経営に生かすのかっていうことをこれまでやってまいりました。世界中のカリスマともですね、議論をしながら、いろいろな講座などを日本にお届けさせていただくって仕事もしてまいりました。アンソニー・ロビンスを日本にお招きした時はですね、もう6000名以上の方がですね、もう熱狂に包まれるなんていうプロデュース、これも全部マーケティングなんですよね。朝起きたら突然こんなね、6000人以上の人が集まってたなんてことはありえないわけでして、しかも一番安いチケットでも8万円、一番高いチケットですと98万円というものがあっという間に売れていくっていうことでね、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。他にはツイッターを作った創業者の一人であるビズストーン、ウィキペディアを作ったジミー・ウェールズ、アップルの創業者の一人であるスティーブ・ウォズニアク、スティーブ・ジョブズと、一緒にアップルを作られましたね。あと YouTube を作った、もともとペイパルの、創業メンバーの一人でもありましたけれども、チャド・ハーリーなどを日本にお招きしてですね、イベントをするっていうお仕事もさせていただいております。今日これまでのこういった経験を通じてですね、中小企業の社長もしくは個人事業主は何を結局したらいいのかっていう、もうこの結論からお伝えしたいと思います。さてこの結論何でしょうか。じゃん、
もう結論これだけです。集客と仕組み作り。あなたが豊かに人生を送るにはもうこの集客と仕組み作りっていうこの売上を上げる価値パターンをいかに作るのかっていうこのマーケティングを学ぶっていうことが必須なんですよってことを今日はお伝えしたいなと思ってます。このマーケティングの学びが必須である、このマーケティングとは何なのかっていうこの結論、本当に絞りに絞った重要なポイントをですね、今日は皆さんに共有できればなって思ってます。ではこの売上上げる価値パターンってどうやって作ったらいいんでしょうかね。どうしましょうか皆さん、どうやったら作れます。いや、こういった話はね、皆さんいろんなところで聞いてると思うんですよ。価値パターンを作れとか仕組みにしろとかね。じゃあ実際どうするって、もう3つだけ今日お伝えします。マーケティングの本質とも言えるんですけどね、マーケティングの本質、私も世界中のすごい人たちからですね、しかも実際に世界を変えるぐらい結果を出してきた人たちから検証して確認して、これだよねって言って確認チェックをしてきたんですよ。それは何か、一つ目からいきますよ。一つ目、じゃん、お客様を理解するってことなんですよ。さあ皆さんのビジネスのお客さんってどんな人で何を求めてますか。でこれを後ほどね、皆さんと一緒に言語化するっていうことを考えていきたいなと思います。実際の事例を使いながら、これが分かるだけで皆さんの LP は一気に良くなります。これが分かるだけで皆様のプレゼンテーションの反応率が一気に上がります。2つ目いってみたいと思います。2つ目なんでしょうか。じゃん、商品たちの言語化なんですよ。多くの会社はですね、うちの商品素晴らしいんですと、うちのサービスって体験してもらうと分かるんですけどねっておっしゃるんですが、結局お客さんからしたらですよ、つまりそれは何なんですかって、その価値、さらに言うと買ったらどんないいことがあるんですかというのが分からないので買えないっていうことが多いわけですよね。この商品価値を言語化する、後ほど少しお話ししますが、この感情的価値の言語化って言ったりするんですね。今までは機能的価値を重視してたわけなんですけども、感情的にどんな価値があるのかってことを皆さんに考えていただきたい。これも後ほど事例でお伝えしていこうと思いますので、楽しみにしてみてくださいね。3番目なんでしょう。マーケティングの本質の3番目、じゃん、仕組みで販売を伸ばすってことなんですね。もうこれだけなんですよ、簡単に言えば。もうこれだけ、これだけって言われても、じゃあどうするってことになるので、一つずつ順番にこれを紐解いていきたいと思いますが、単純にこれだけやるのではなく、ぜひ皆さんにはですね、まあ、人生が変わると言ってるわけですから、本当にどうすればいいのか、そう、バントクっていうものに基づいてこのマーケティングをすると本当に人生が変わりますよということで、今回はですね、特にこの絆と徳と書いてバントク、これについて少し補足してから、このマーケティングの本質の中身に入っていきたいなって思います。さあ、バントクって何ですか。バントクとは何か、ちなみにこれ私がね、書かせていただいたバントク経営のすすめっていう本にこの秘密が書かれているわけですね。でこの本は後ほど皆さんにプレゼントさせていただく、このね、本の全編 PDF をプレゼントさせていただく企画もあります。後ほどお話しさせていただきますのでね、動画の概要欄見ていただくと LINE 登録あります。そこでしていただくところでね、この本のプレゼントについても、まあ、後ほどお話しさせていただきますので、ぜひ楽しみに最後までご覧になっていただければと思いますが、さてこのバントク経営のすすめの中で書かせていただいたこのバントク、何なんでしょう。絆と徳、これを組み合わせてバントクと言ってますが、私結論からお伝えするの大好きなので結論をお伝えします。バントクの定義ってこれなんです。あなたが相手に良いことをすることによってずっと一緒にいられる関係性のことを、これバントクって言ってるんですね。相手に良いことをする、この相手の立場からすると、この人といるといいことあるなって思ってもらえるので、ずっと一緒にいたくなる。つまりあなたがお客さんに良いことをするとずっと一緒にいられるようになるわけですね。つまりリピートされるってことなんですよ。ビジネスにおいてリピートされるって極めて重要ですよね。マーケティングだけの話じゃなくてもですよ、全てに使えるわけですね。あなたが例えば部下に、社員に良いことをするとずっと一緒にいられる関係性、つまり離職率が下がるということでもありますね。これビジネスのシーンのありとあらゆるところで使えるわけなんですけども、別にこれずっと一緒にいられるっていうのも物理的な空間の話ではないんですね。心がつながっているという状態のこと、これバントクっていうんですね。あなたが相手に良いことをする、ここの部分を道徳の徳の部分、ずっと一緒にいられる関係性、つまり心がつながっている状態のことを絆、この絆を音読してバンと呼び、
道徳の徳とくっつけて、これを蛮徳と言ってるんですね。もっと簡単に言いましょうか。あなたが相手に良いことをするっていうのを、私が例えばですよ、妻に良いことをすればずっと一緒にいられますよね。私が妻に良いことをしてないとずっと一緒にいてもらえなくなっちゃうよねっていう話でもあります。さらに言うと、これは相手にとって良いことですから、相手にとって良いことしてないと、お客さんにとって良いことしてないと、こっちがいい商品だよ、こっちがいいサービスだよって言っても、お客さんにとって良いことでないといけないっていうのがポイントなんですね。じゃあそれどうすればいいのか、こちらです。相手はどんな人で何を求めてるのかを考えてもらうってことです。ぜひ皆さんにこれをね、これからの人生の中心的な質問にしていただきたいんですよ。これ蛮徳の中心的な質問って呼んでます。相手はどんな人で何を求めているのか、お客さんどんな人ですか、皆さんのお客さんどんな人ですか。これね、私何百人何千人に聞いてきたんですよ。ほとんどの人が明確な答えを出せないんですね。相手はどんな人、お客さんどんな人、何を求めていますか。これが分かるだけで皆様の SNS の投稿の反応率が上がるんですよ。 LP の反応率が上がるんですよ。あなたはこんな人ですよね、こんなこと困ってますよね、こういうのが欲しいですよね、ここにその答えがありますってなってたらクリックしたくなるわけじゃないですか、ということなんです。今日はこの蛮徳っていうものをベースにして、この蛮徳という考え方を基本としてですね、マーケティングってものを考えていきます。マーケティングの本質、世界一分かりやすくやりますからねって自分で言うなと言われるかもしれませんけども、世界一分かりやすくやります。3つのマーケティングの実務ということで、これは単なる理論とか、確かにそうだよなっていうような机上の空論みたいなものじゃなくて実務なんですよ。実際にやっていただきたいんですね。まず1つ目、もうこれ今までも話しましたよ。3つあるって言いましたね。マーケティングの実務3つって言いましたけども、1つ目何でしたっけ。そう、お客様を理解するってことでしたね。お客様を理解する、何を理解するんですか。そう、お客様を理解する。しつこいって言われるかもしれませんけども、まずはお客様を理解するところが全てが始まります。でお客様が理解できたら、お客様にとって価値あるものを言葉として伝えていかないといけません。そう、2つ目何でしたっけ。2つ目はじゃん、商品価値の言語化です。何を言語化するんですか。そう、商品価値です。皆さんの商品には価値があります。だから今までお客さんがお金払ってくださったわけですよね。ですがそれが言葉になってないので、買ってくれた人は分かってるんです。でも買ってくれる前の人に伝わってないから、ホームページでクリックされてないんですよ。 SNS で反応されてないんですよ。営業がプレゼンテーションしても、どうしようかなって言って迷って買ってくれてないってなっちゃうんですね。お客様を理解し、商品価値を言語化する。さあ3番目何ですか。3番目は先ほどもお話ししました、何で販売伸ばすんでしたっけ。そう、仕組みで販売を伸ばすと。めちゃくちゃ簡単に一つずつ見ていきたいと思います。まず1つ目、お客様を理解するってさあどうやってやりましょうか。これを考えてほしいんですよ。あなたは誰を振り向かせたいかってことなんですね。例えばたくさんの人がいらっしゃる公園みたいな場所で、ママって声をかけたら、おそらく小さなお子さんがいるママは振り返るでしょうね。ママって言ったら、えって自分が呼ばれたのかなって思う。もしくはパパって言ったら、小さなお子さんがいる男性パパは振り返るんでしょうね。さて皆さんは誰を振り向かせたいですか。経営者向けに社長って言ったら社長は振り返るんです。例えば大きなビルのエントランス、エレベーターホールで人がたくさん待っている、その時に社長って声かけたら社長は振り返ります。なぜならば自分のことだって思うからなんですね。この自分のことだって思う感覚を皆さんはどうやって醸成するのか、これを考えないまま、うちの商品はすごいです、うちの商品は特別です、他とは違いますとか言ってもですよ、自分のことだって思ってもらえなければ、はっきり言って反応されるわけないじゃないですか。誰を振り向かせたいか、さらに言えばお客様は何でお金を払うんでしょうか。お客様は何でお金を払ってくださるんですか。何か価値があると思ってるわけですけれども、それはお客様が何かを解決したい、痛みを感じている、解決したいと思っている、これが欲しいと思っているけど手に入ってない、だからお金を払ってそれを手に入れようとするわけですよね。それはなぜなんですか。もっと端的に言えば、先ほどの蛮徳の中心的な質問ですよ。相手はどんな人で何を求めているのか、これを
明確な答えにしていただきたいっていうか、これが分かった瞬間に、この温度感がつかめた瞬間にですよ、お客様の人間理解って私表現してますけども、人間理解が深まった瞬間に皆様のページの反応率が高まります。具体的事例で見ていきましょうか。その方が皆さんもイメージしやすいと思いますからね、ぜひこの質問考えていただきたいんです。で、そして相手はどんな人で何を求めているのか、このバントクの中心的な質問を明確にできた瞬間に皆様のビジネスが変わります。お客様を理解する、相手はどんな人ですか、何を求めてますか、これを考えた経験がある人、これバントクを学んだ人とそうでない人のホームページって全然違うんですよ。具体的事例で紹介したいと思います。でもしかしたらちょっと字が小さい部分もあって読みづらいかもしれませんけども、これポイントはここだけ見ていただければ十分です。石上整形外科クリニックさんのホームページなんですね。このクリニック、石上先生がやってるこのクリニックはですね、日本で一番再生医療の実績があるクリニックなんですね。こんな風に言ってるんですよ。膝の痛みでお悩みの方へ、膝をですね、再生医療を使ってご自身のね細胞からこのね膝の痛みを治せる、この再生医療っていうのがまああるんですけれども、膝の痛みが解決しますと。で、膝の痛みでお悩みの方へ、普通に歩ける幸せを目指すって書いてますけれど、これどういうことなんでしょうか。これお客様を理解できた瞬間に、こういうニュアンスの言葉が表現できるようになるからこそ伸びていくんですよ。これはですね、膝の痛みがあるって、つまりお客様どんな人、おじいちゃんおばあちゃんなんですよ。おじいちゃんおばあちゃんで膝が痛くなってきた、最近ちょっとって、もしくはスポーツやってて膝が痛めてしまったみたいな、普通に歩ける幸せを目指す。このおじいちゃんおばあちゃん、メインのターゲットであるおじいちゃんおばあちゃんはですよ、だんだん年を重ねるにつれて膝が痛くなってくる。そうすると外を自由に歩けなくなる。普通に歩ける幸せってどういうことですかって、これを石上先生に私伺ったんですよ。いや、実はこういうおじいちゃんおばあちゃんって孫と一緒に散歩に出かけたいって言うんですって。孫と一緒に旅行にも行きたいって言うんですって。でも膝が痛いとなると、一緒に出かけられない、迷惑かけたくないってなるんですって。でも膝が治ったら、一緒に旅行にも出かけて迷惑をかけずに一緒に普通に歩ける幸せっていう、この感覚がつかめた、つまりお客様の人間理解が深まった時に初めてこういうホームページになるんですね。で、さらに別のページ見ますとですね、石上整形外科クリニックが選ばれる理由その1って、元気で笑顔にあふれるクリニックって、ちょうどこのね、バントク的な、相手はどんな人、何を求めているってなるとこうなるんですよ。で、この石上先生から私これね、ホームページの相談を受けた時に、笑顔がもっと欲しいですねってお伝えして、このページができたんですね。元気で笑顔にあふれるクリニック、おじいちゃんおばあちゃんからするとですよ、もうその年になって怖そうな人と一緒に時間なんて過ごしたくないんですよ。この年になって、なんかよくまあね、クリニックのホームページなんか見ると、大学教授みたいな頭の良さそうな腕組みしている先生が写ってたりとかするわけですよ。笑顔とか書いてあるのに、全然笑顔じゃないじゃんみたいなね、感じになるんですけども、そういったものをですね、改善することによって、お客様は何を求めているのか、笑顔で接してほしいんですよ、おじいちゃんおばあちゃんは。そして石上整形外科クリニックが選ばれる理由のその2、患者様の目を見て声を聞く診療。おじいちゃんおばあちゃんになるとですよ、自分の言いたいことがもごもごしてなかなかうまく言えない、言いたいことがちゃんとはっきりと口を出して言えない、ちょっとゆっくりとした説明になっちゃう、大丈夫ですよって聞いてくれる、もうこれだけでありがたいんですよ。さらには石上整形外科クリニックが選ばれる理由その3、安心納得のいく説明。もうこの写真と言葉の一貫性感じていただけますでしょうかね。特に再生医療みたいな新しい施術、もしかしたら副作用があるかもしれないっていう不安もありますよね、みたいな時にこう言っていただけると安心するわけですよ。でさらに言うと、おじいちゃんおばあちゃんだけではなくて、その意思決定をするその費用を払ってくれる方が、そのお子さんだったりとかお嬢さんだったりするわけですよね。そういう方たちが、あ、ここだったら自分の親を安心して任せられるなっていうふうになるかどうか、
そういうことをぜひ感じ取って、人間理解が深まった時に、つまり相手はどんな人、何を求めてるってことが認識できてつかめた時にですね、日本一の実績ができてしまうっていう、こういうことなんですね。さて、これまで世界一分かりやすい3つのマーケティング実務の1つ目のポイント、お客様を理解するってこういうことなんですよって、万徳っていうのを学ぶと、こういう形で表現が変わって日本一の実績もできちゃうんですよ、なんてことをお話しさせていただきました。今から2つ目の商品価値の言語化ってことも皆さんと理解を深めていきたいと思いますよ。さて、商品価値の言語化ってどうやってやったらいいんでしょうかね。この商品価値が言語化できたら物が売れるようになります。多くのホームページがこれまでこの感情的価値っていうものを見逃してきたんですね。何をホームページに書いてたか、機能的価値を書いてたんですよ。違いますか？うちの商品はこんな成分を使ってます、軽いですとか、重厚感がありますみたいな機能的価値、早く処理できますとかね、機能的価値、これベネフィットって今まで言ってたかもしれませんね。機能的価値をホームページに書いてたんですよ。うちはこんなに優位性があります、こんなに効果がありますみたいなね、ベネフィットって、ベネフィット大事ですよ、それを外していいって言ってるわけではないんです。ですが他の会社もみんなベネフィットを打ち出しまくってる中で、痩せますだとか、美しくなりますだとか、髪の毛が生えてきますとかね、いっぱいみんな言ってるわけですよ。痩せますってみんな言ってるけど本当？みたいななってますよね。でもこの感情的な価値が言語化できた時に、響いた時に、心に響いた時に、人は買ってくれるようにやっとなるんですね。感情的価値ってのを言語化する。でそのためにもですね、つまりそれは何ですかって聞かれたら一言で答えられるようなメッセージを出していただきたいんですよ。これの言語化に時間をかけていただきたいんですよ。これどうしたらいいかってことは後ほどね、皆さんと事例を交えながら理解を深めてきますよ。もっとはっきり言いましょうか。もっとはっきり言うとしたら、商品価値を言語化するためにこれを考えていただきたいんです。じゃん、買ったらどんないいことがあるのかって、これなんですよ。買ったらどんないいことがあるんですか、皆さんの商品買ったらどんないいことあるんですか。これが一言で表現されてたら、お客さんはバンバン買ってくださいます。だっていいことがあるって教えてくれてるわけですから。買ったらどんないいことがあるのかがつかめてる、理解できてたら、お客さんは迷わず買ってくれるはずなんですけれども、多くのホームページにはそれが表現されてない。しかもそれはつまり何なのかって明確な一言で分かるようになってない。だから売れないんですね。じゃあどうすればいいでしょう。具体的事例で見てみましょうか。例えばこんな時計がありますね、ウブロ。これをですね、皆さんマーケティング担当として売らないといけないとなったら、皆さんどうしますか。これはなかなか大変な仕事だと思いますよ。そもそもウブロってこれ読めないじゃないですか。日本で知られてない、ウブロって読めない。いや下手したらこれフブロットですよ。フブロットって何みたいな。しかもごっついし、重いし、高いし、売れるはずないって多分あなたがマーケティング担当になったら思っちゃうと思うんですね。ですがこれは日本で売れたんですよ。なぜ売れたか、つまりそれは何ですかって聞かれた時に明確な答えがあったからです。それは何か、こちらです。有名人も使ってる、つまり素敵な人はみんな使ってるので、その世界に入ってきる、これ感情的価値を伝えてるってのを感じていただけますか。有名人みんな使ってる、富裕層が読むような雑誌に、例えばそうですね、かつて長嶋監督であったりだとか、トヨタの社長とかね、有名芸能人、スポーツ選手みんなウブロ使ってますってね、腕時計をつけてですよ、雑誌に出てた、テレビに出てた、記者会見に出てるみたいなのをみんな見てたわけです。みんな見るようになって、しかもです、腕時計を買うような人って基本的にはすでに何か持ってるわけですよね、腕時計を。だから見込み顧客なわけなんですけども、逆に言えば何かを腕時計すでに持ってるような人って1個あるからもういらないってなるわけですよ。これを乗り換えさせるってなかなかハードですよね。自分のお気に入りの時計がすでにあるわけですから、しかも高級時計を買うような人だから簡単には切り替えないわけです。となったら何と言ったらいいのか、これ秀逸ですね。週末に使うセカンドウォッチって言ったんですよ。もう一つの時計、週末に使う腕時計ですというふうに意味付ける、つまりそれは何ですか、週末に使うセカンドウォッチですと言ったことによってですね、これが売れてったわけなんですね。
別の事例見てみましょうか。ジバンシーの口紅。そもそもですよ、このジバンシーってこれ読めます？皆さん、いや女性だったらなんか目にしたことがある、聞いたことがあるだけど、男性からしたらこれジバンシーなんて絶対読まないですね。ギブンチャイですよ。ギブンチャイとかって言ったら何言ってんのって多分なると思うんですけど、これを日本でマーケティングしろって言われたら、はっきり言って相当ハードル高いですよ。ヨーロッパではね、知られたとしても日本に持ってきてこれを売ってこうって言われたらハードル高くないですか？つまりそれは何ですかって聞かれた時に、これを日本でヒットさせるためにですね、こんなアイデアを活用されたんですね。こちらです。世界で一つだけの名前入りのギフトという意味付けをしたんですよ。この画像を見ていただくと皆さん見えますでしょうかね。リサって書いてあるんですよ。リサさんへのギフト、世界に一つだけの名前の入った口紅。これはですね、実はクリスマスの時に男性が百貨店に大行列して大ヒットした商品なんですね。だいぶ前のお話なのでご存じない方も多いかもしれませんけども、百貨店のあの化粧品売り場にですよ、男性が行列をなしたんですよ。それがメディアにも出てですね、めちゃくちゃ売れるようになって、このジバンシーってのは売れるようになっていった。商品価値は何ですか？つまり相手が喜んでくれる、パートナーが喜んでくれる、奥様が喜んでくれるっていうこと。つまりそれは何ですか？名前入りの他にはないような特別なギフトなんだって言った瞬間に、この感情的な価値、口紅の機能なんて言ってないんですよ、機能的価値じゃないんです、感情的価値を伝えられているってことを皆さん感じていただけますでしょうかね。別の事例見てみましょうか。つまりそれは何ですか？湘南美容クリニックの脂肪吸引。これ機能的価値ですよね。脂肪が吸引されて脂肪がなくなるから痩せますみたいなね、機能的価値で言えば脂肪吸引なんですけども、彼らはこう表現したんです。メディカルサイズダウン、新発想、細胞から痩せるメディカルサイズダウン、脂肪細胞自体の数を減らす、だからリバウンドなしって言ったんですよね。これはですね、グッときますよ。相手はどんな人、何を求めているってことから考えるとですよ、先ほどやりましたね、最初のところで相手はどんな人って、おそらく脂肪吸引を考えるような人ってダイエットにこれまで失敗した経験がある人なんですよ。どんな人かって言ったら、ダイエットに失敗した、つまりダイエットしたんだけどもリバウンドしちゃった、リバウンドして、ああもうなんかダイエットできなかった、また太っちゃった、またダイエットした、でもまた今回もうまくいかなくて、途中までは体重ちょっと減ったんだけどまた戻っちゃったっていう、リバウンドに痛みを感じている人なんですね。相手はどんな人？ダイエットしたことがある人。何を求めている？もうリバウンドしたくない。この人に対してですよ、メディカルサイズダウン、リバウンドなしって言われたら、グッと感情的価値を感じるっていうのを皆さん感じ取っていただけますでしょうかね。ということなんですよ。 SBC のですね、創業者である湘南美容クリニック愛川先生ですね、代表はですね、こんな風に言ってくれてますね。業績アップについてはここ数年で20億円程度から1300億円ですよ。1300億円です。このマーケティングっていうものを取り入れて、これが言語化できた、感情的価値が言語化できるというだけで、これほど良くなっていくっていう、つまりこれはですね、何かというと 3C 分析ってものを取り入れられたんですね。まあ、他にももちろんたくさんありますけども、このバントクの中で 3C 分析っていうのはですね、極めて重要な概念なんですね。ちょっと皆さんと一緒に見ていきたいと思います。 3C 分析ってご存知の方も多いと思いますけども、いろんな本だとかインターネットで検索すれば情報出てきますけども、今日は世界一わかりやすくって言ってますから、ポイントだけお伝えします。3つの C、 まずはお客様、これクライアントとかカスタマーと言ったりしますね。もう一つはコンペティター、競合のことですね。そして最後は自社のこと、カンパニーです。それぞれに対して分析しましょうっていうのがこの 3C 分析なんですが、まず皆さんに考えていただきたいのは、これまでもお話してきました、お客様はどんな人で何を求めているのか。まずはこれなんですよ。今のダイエットの話で言えば、痩せたいんですよね。痩せたいで、痩せたいんだけどリバウンドしちゃってるとか失敗してるっていう人たちです。で、競合は何を打ち出してるか。脂肪吸引に関して言えば、実は湘南美容クリニックってめちゃくちゃ技術が高いんですね。他のクリニックが脂肪吸引しても4割とか5割ぐらいしか取ってくれないところを、 SBC に行けばなんと9割以上取っちゃえるっていう、この根こそぎ取れるみたいな技術を持ってるわけですね。つまり何が強みで何ができるのか、この画面上の黄色いところ、お客様が求めていること、それでいて自社が強みとできること、
単なる脂肪吸引をしているんじゃなくて、クリニックとしてメディカルなサイズダウン、サイズダウンっていいじゃないですか。このサイズダウンって他が打ち出している痩せますとか言ってるわけじゃないんですよ。メディカルサイズダウン、リバウンドなしっていう、自分たちはこの9割脂肪細胞を取れるっていう強みを持ってるんですね。技術があるんですね。でお客様が求めていることとこの噛み合う黄色いところだけを相川先生は考えて、この感情的価値を言語化するってことをしてこられたんですね。ちなみにこれは大企業だけの話ではありません。いやうち1300億円とか言われても関係ないしみたいな話感じる方もいるかもしれませんので、小さな会社でもできるってことをお伝えしたいと思います。いちご農家をされている竹下さん、彼もこのバントク 3C 分析をやったんですね。 3C 分析により彼はこんな風に言ってくれてます。自分の強みを明確にし、学んだ戦術通りに集客をしましたと。3000万円だった売上が8000万円になり、今は1億円になりましたと。もうずっと1億円やりたい、1億円やりたいって言ってたんですけどね。お客様に喜んでいただきながら SNS で口コミが広がり、紹介にもつながってますと。ブランディングにも力を入れていますっていうことをね言っていただいてますけども、彼はですねこのいちごをですねブランディングとしてどういう意味付けをしたかというと、ギフトだって意味付けしたんですね。自分のためにいちご、高級ないちごだとかたくさんいちご買うってことはしないとしても、誰かにこの美味しいいちごを届けてあげたい。でしかもそこにはギフト用のねなんかメッセージとかが入ってて、ものすごく素敵なギフトなんですよ。でそういう意味付けができた瞬間に、もうみんな竹下さんのいちごをたくさんの人にプレゼントする、ギフトとして送るってことで、ものすごく売り上げが伸びていったって。3C 分析によってお客様と絆を作ることによってですね、それを実現したっていうことなんですね。さてこれまでバントクのマーケティング世界一分かりやすくっていうことでね、もう本当はこれ3日間ぐらいずっとお伝えしたいんですけど、今日は凝縮してお届けしてますよ。1番目なんでしたっけ、そうお客様を理解する。2番目なんでしたっけ、そう商品価値の言語化ってことを今まで、感情的価値を言語化しましょうって今までやってきましたね。いよいよ3番目です。じゃん、仕組みで販売を伸ばすっていう領域に入っていきますよ。仕組みで販売を伸ばす、仕組みっていう時点で世界一分かりやすいっていうか難しく感じちゃってるかもしれませんね。仕組みの話をし始めると、このマーケティングの仕組みだとか経営の仕組みだとかっていうと、本買ってくるとですよ、本で読んでみるとやたら難しいことが書いてあるわけですよ。世界一分かりやすいって清水さん嘘じゃないのって言うかもしれませんけども、めちゃくちゃ簡単にいきます。3つだけです。これも3つだけ。1つ目、皆さんは販売を伸ばすための仕組みとして、まずきっかけを作るっていう仕組みが必要ですね。お客様に知っていただくきっかけを作り、知っていただいたら関係を作って、関係ができたらあとは感動を届ける、この3つのプロセスを実行するだけで販売って伸びていくんだっていう、そういう仕組みなんですね。これだったら皆さん分かるんじゃないでしょうかと、これだったら皆さんイメージ湧くんじゃないでしょうかって思いますが、これもですね実例を使って皆さんに感じ取っていただいた方が実践しやすいと思うので、私の事例でですね今日はお話しさせていただこうと思います。仕組みで販売を伸ばす、このきっかけ作りも、全てはですね、全てはお客様がどんな人で何を求めているのかっていうことから進めていきたいなと思います。私の事例で言えば経営者とかマーケティングを学びたい人だとかが私のお客様になりますからね。講座だったりだとかコンサルティングに来ていただくということで、彼らはどんな人で何を求めているかって、あ、そうかと、学びたいんだなと。そんなことでですね、こんな企画を作ったんです。社長の教養って、まあ、興味があれば私の Facebook 見ていただければと思いますが、社長の教養オンラインビジネスサロンっていうのを始めたんですね。売上が伸びない、利益が出ない、社長が現場を離れられない、幹部が育たない、人が定着しない、その原因は社長の教養がないからですって言った、ぐさーみたいな、これ響いたんですよね。ごめんなさい、もう我慢できません、社長の教養というコミュニティを始めますって言ってですね、このきっかけ作りの投稿をしたんですよ、 Facebook で。見てみてください、こういった告知だとか案内って通常 SNS だと嫌がられると言われていまして、売り込みだとかセールスっぽい告知っぽい投稿はしない方がいいってよく言われますよね。見てみてください、これ字がちっちゃいから読みづらいかもしれませんけども、なんと1700いいねがついてるんですね。1700いいねですよ、1700いいね、1700いいねでコメントが1118件、これちょっと字が見づらいかもしれませんけど、コメント1118件コメントが入ってるんですね。これはですね、
本当に一生懸命考えて、お客様がどんな人、何を求めているっていうものに基づいてですね、何回も作り直して、やっと投稿して、やっと反応を取ってるんですね。ちょっと具体的に見てみたいと思います。でちょうどこの頃ですね、私坊主頭になってた時期があって、これについて話すと長くなるので、昔の私の YouTube 別のね動画の方でお話してますから、私が坊主頭になった理由はちょっとそちら、去年のね1年ぐらい前の2022年ぐらいのね動画見ていただければ、春頃のね動画見ていただければと思いますけども、そこでこんな投稿したんですよ。この社長の教養に集めたいって言ってね、社長の教養って何やってるかって、朝7時から朝ライブっていうのやってるんですよ。朝7時から30分、社長の教養朝ライブってやってるので、それの集めたいと思ってですね、こんな投稿したんですよ。朝7時だよ、全員集合って言って、見てみてください、これ中村さんと横山さんと他一人、全然反応がないんですねこれはしまった、まずいって、きっかけ作りになってないと思ってですね、やり直したんですね。そうか、私の顔写真が小さいからかなと思ってですね、大きくしたんです。じゃん、これはですね、大きくしたら何が起きたかって、坊主頭で失礼しますとかね、本文も書き換えてですね、朝7時なんて起きれません、そんな時間に集まらないよとか言われましたけれども、とかって文章を書きながらですね、投稿し直したんですね。何が起きたか、庭さんと他一人しかいいねつけてくれない、もう寂しい、全然ダメじゃんみたいなね、全然きっかけ作りになってないじゃんって言ってですね、また書き直してるんですよ。書き直した結果どうなったか、新しいチャレンジを始めますって言ったんですね。つまり相手はどんな人で何を求めているのか、相手は社長だったりとか起業家だったりとかするわけですね。チャレンジ好きなんですよ。新しいチャレンジを始めます、もしくは朝活って好きなんですね。今更と言われそうですが、セミナーズの朝活ですって言った瞬間にですよ、なんとですね、いいねが395に一気に増えたんですね。繰り返しお伝えしますけども、これって集客のための告知なので、いいねがつきづらいんですよ。いいねがつきづらい中です、400件近くのいいねがついた、これをですねやるために、何回もきっかけ作りになるように一生懸命私もやってるんだっていうことをですね、感じ取っていただきたいんです。ちなみに私は別にフォロワーが多いわけでもなく、 YouTuber でもなく、インフルエンサーでもありませんから、別にフォロワーが多いタイプでもないんです。でもこれだけやることができるんだっていうことを皆さん感じ取っていただきたいということなんです。きっかけ作りのために一生懸命頑張ってねっていうことでもあります。多くの人は1回投稿して終わっちゃうんですよ。別の事例でも見てみましょうか。別の事例、これアンソニー・ロビンスっていう方を私日本でね紹介させていただいて、これまで1万人以上の方にアンソニー・ロビンスのセミナーにね、日本人に参加していただいてるんです。これ2022年に我々がオンラインで UPW っていう Unleash the Power Within っていうプログラム、これ参加費が十数万円でね、当時販売してたものなんですけども、最後の機会ですよって言ってですね告知した投稿なんです。これが最後出すとかって言ってですね、渾身の思いを込めて、このきっかけ作りになるように一生懸命文章を書いてですね投稿したんですね。もう命がけで文章を考えて、見てみてください、これたったの17人しかいいねがついてない。字がちっちゃいからちょっと読みづらいかもしれませんけど、17人しかいいねがついてない、まずい、これは困った、きっかけ作りになってないって。これもう1000人集めるって言ってましたから、1000人集めたいって言ってるイベントだったので、ちなみに参加費が十数万円、ニューヨーク時間で開催されるものなので、徹夜して受けないといけない4日間のプログラムですから、これに1000人集めるって簡単なことではないですよね。ですが SNS だけで私どうやって集めたかっていう、その裏側を全部公開しちゃってるわけなんですけどもね、まずいと思ってですね作り直したんですよ。写真も撮り直しましたよ。じゃん、これちょっとかっこよくなった見てみてください。ちょっと一回戻しますよ。こちらとこちら、ちょっとつつましい努力みたいなね、何回も撮り直してですね、本文も書き直したんですよ。涙があふれます。これまで本当にありがとうございましたとかってですね、思いを込めて文章書き直したにもかかわらず、見てみてください。佐藤さんと木本さんと他6人、いいねが全然つかないっていうか、むしろ減っちゃった、これはまずいって言ってですね、もう本当に苦労して悩みまくってですね、もうここまで来るともうね、本当に何をしてるかよく自分でもわからない。
うわこれまずいって言ってですね、写真も微妙に直してですね、涙が溢れます。最後と書いて何度も何度も何度もこれまでの記憶が蘇りましたとかね、なんかね思いを込めて文章を書いてるんだけども、見てみてください。これ月柴さんと坂田さんと他2人、もう全然いいねがどんどん減っていく。まずい、これはもう終わったとか思いながらですね、いろんな人に相談乗ってもらいましたよ。もうここまで来るとですね、瞑想状態ですね。瞑想っていうのはメディテーションではなく、迷いに迷ってどっちに向かったらいいかよくわからないみたいな瞑想に入ってしまってですね、もういろんな人に相談乗ってもらいました。いろんな人に助けられました。本当に文章だとか書き直して書き直して書き直した結果ですね、こちらです。発表アンソニー・ロビンス、今年で最後出すっていう表現にした瞬間何が起きたか、いいねが629ついたんですよ。コメントが561ついたんですね。なんとシェアが100件以上。これ繰り返しになりますけども、こういった十数万円のセミナーの案内ですから、いいねがそもそもつきづらいんですよ。シェアもされづらいんですよ。ですがシェアが100件以上もされて、コメントも561件ついたんで、すごい拡散したんですね。っていうことによって一気に SNS 上で広がっていってですね、きっかけが広がっていった。さらには次の関係づくりのところですね。関係づくりのところで言えば、私コメントくださった、561件コメントくださった全員に、私から Facebook メッセンジャーで全員に一通一通コメントありがとうございました、お礼の言葉をメッセンジャーで届けたんですね。当然この SNS っていうか、例えば Facebook の場合、たくさんメッセージを送りすぎると、いわゆる迷惑メールみたいな扱いになってしまって、送りづらくなってしまったり止まってしまったりするので、時間をかけてですね、関係づくりをしていったんです。きっかけづくり、皆さん多くの人はこのマーケティングにおいて、一回 SNS に投稿してうまくいかないとそれでやめちゃうことが多いんですけれども、私の場合は一回投稿してうまくいかなければ、非表示というかね、公開範囲を自分だけっていうのに直して、また投稿し直して、うまくいかなければまた自分だけっていうのに戻してですね、また投稿し直してって、何回も何回も何回も作り直すわけですね。でそうやってきっかけができた、たくさんの人に広がったら関係づくりをする。で当然そこでは感動のメッセージだったりだとか、もちろん UPW みたいな体験自体が感動になって、お客様がそれをすごかった、素晴らしかったってシェアしてくれることによって、またきっかけが広がるっていう、これをぜひ皆さん取り組んでいただきたいということなんですね。今日は人生が変わるということで、この絆を作りながらマーケティングで売り上げを伸ばしていく、こんなことをねお話しさせていただいたわけなんですけども、まず一つ目はお客様を理解し、商品価値の言語化、つまり感情的価値を言語化し、仕組みなんていうと難しく聞こえるかもしれませんけれども、きっかけ作り、関係作り、感動作りで販売を伸ばしましょうということを今日はお話しさせていただきました。これが冒頭で皆さんに投げかけた質問でしたね。中小企業、個人事業主はとにかく売上を上げていく、その集客とその仕組みをどうやって作るのかみたいなことをお話しさせていただきました。結論から言えば、売上を上げる価値パターンを作ればいいと言ったけども、どうすればいいのか、これこそがマーケティングの本質で、お客様を理解し、商品価値を言語化し、仕組みで販売を伸ばすとお伝えしましたが、これを実務的に本当に落としていこうとなると、我々は本当は5つのステップ考えないといけないんですね。簡単に言うと、お客様を理解するためには哲学が必要です。人間理解が必要だとお伝えしました。さらには商品価値の言語化をするためには、戦略と戦術っていうものも必要です。さらには仕組みで販売を伸ばすには、どうやって宣伝していくのか、どうやって顧客体験を良いものにするのかっていうことも必要なんですね。でこのあたりですね、今日は本当に絞りに絞って世界一分かりやすくお伝えするとお伝えしましたので、この戦略だとか戦術の部分でですね、 FFMB モデルっていうものも紹介してまとめに入っていきたいと思いますよ。これも本当にパワフルですからね。これ何かっていうとですね、商品視点で販売プロセスを4つに分ける。簡単に言うと、まずは無料の案内をして、低価格なフロント商品を用意して、中価格帯のミドルエンド商品を用意して、バックエンドを売るっていう、これなんですよ。結局皆さんにやっていただきたい、この売り上げ上げる仕組みっていうのはこれなんですね。フリー無料のもので、その次が低価格なもの、これを集客商品、集客期間と呼びます。この間は儲けなくていいですよって、この間は情報発信だけしましょうよって、この間はファンを作りましょうよっていう期間なんです。
ですね。皆さんのファンを作る無料のものだとか低価格の商品でこれすごいいいよっていうファンを作ったら、そのファンの中でもうちょっと付加価値のあるもの、つまり収益を生むような商品だとか収益を生むような期間にやっと入ってたところで高単価なバックエンドが売れるようになると、皆様収益がもっと出るようになりますね。まあ、つまりそれは最も価値があるものだからこそ高くても売れるっていうものである必要がある。つまり単に高ければいいんじゃなくって、ちゃんと価値を届けないといけないっていうのは前提なんですけれども、これなんですよ。これを作っていくってことを SNS と連動して考えていただきたいというのが、私のね最後に皆様にお伝えする人生が変わるモデルなんですよ。これフリー、フロント、ミドル、バックの頭文字、英単語で FFMB ですよね。っていうのでこのモデルの名前を私が付けさせていただいたんですけれども、ちょっと具体的事例でも見てみましょうか。コンサルタントの事例で見てみたいと思いますが、皆様の人生が変わるこのバントクのマーケティングの、これこそが実務なんですよ。まずフリー、メルマガだとかフェイスブックだとかツイッターだとかアフィリエイトを使ったり各種の広告を使ったりしてですね、例えば動画をプレゼントしますであるだとか、小冊子をプレゼントしますであるだとか、特別なイベントにご案内しますって言ってですね、あ、いいなと思った人たちが例えば5000円のセミナーに来ると、5000円の勉強会に100人、3ヶ月に1回、四半期に1回、年4回、合計400人来ていただくとすると売上200万になりますよね。ですがこの多くの人はね、セミナービジネスだけやってると年商200万でちょっと微妙だな、これじゃ食っていけないなって言って、セミナーの集客って大変ですよねって終わってるんですよね。これじゃもったいない。でこの来ていただいた400人に対してミドルエンドを作って案内しましょうよっていうのが大事だということです。 SNS で情報発信しました、インスタだったりだとかツイッターとかでなんかね登録してくれる人が増えた、低価格なフロント商品を用意したけどもそれだけで食っていくのが大変な人はぜひこのミドルエンド、例えば30万円の集中講座みたいなものを作ったとしますよね。30万円の集中講座を作って、先ほどの400人のうちの 10% が参加する。そうするとなんとですね、いきなり年1200万の売り上げになっちゃいますよね、年収で。わーお、すごい。いきなり200万が1200万になっちゃう。合計したら1400万ですから、すごい成長率ですよね。これが人生が変わる瞬間なんですよ。さらにですね、この40人に対してもっと価値を提供したい、集中講座じゃなくて具体的なコンサルで皆様をもっと結果出しますよって、例えば月額20万円年間240万円のコンサル、新卒新入社員を雇うよりも私をコンサルで雇った方が効果が出ますよ、結果が出ますよって言ったら、確かに20万で人一人雇うよりも結果が出るんだったらあなたにお願いするわっていう人が8人いたとしますね。なんとこれだけでですね1920万円、合計すると3000万円以上のビジネスができてしまうっていう、これこそがですね、これこそが人生が変わる瞬間なんですよ。ゼロから始めた方で、我々がお伝えしているこのモデルだけでどれほどの方が人生が変わったかと。ですがこれたくさんの方にお伝えしてですね、たまに誤解が起きるんですよ。年収3000万の成功者だみたいなね、そこでうっしっしって言って自分に使っちゃうんですよ。いい車に乗ったりだとかいい家に住んだりとかして、なんかだんだん消えていくみたいな。重要なポイントはここからです。この3000万円はですね、自分のためだけに使ったらダメなんですよ。なぜならば、皆さんがこれコンサルができるようになってるっていうのは、前いた会社でお世話になって上司のおかげだったりだとか、前いた会社のお客さんとかに育てられて皆さんスキルが身についた、勉強したって言って、そうした人への感謝を忘れるからそうなっちゃうんですね。ここすっごい大事なところ。その前の上司、前の先輩、前の会社のいろんなもののお世話になって皆さんはそれができるようになってるわけですから、感謝を忘れちゃいけませんというのが一つ。もう一つはですね、一番難しいのはこのフリーからフロントにたくさんの人を集め続けるということなんですよ。一回うまくいってやったぜ3000万だって言ってやめちゃったらダメで、こっからちゃんと広告投資をし続けないと長く持たないんですね。つまり絆っていうのは勝手に生まれるものじゃなくて、最初のご縁、このきっかけ作りというところにちゃんと広告も使っていかないと、今までの皆さんのアプローチできる範囲だけではサステナブルになりませんよということでもあります。もう一つ、これからの時代はサブスクにしておくっていうのも大事ですよね。サブスクっていうのは継続課金です。つまり絆を作るってことです。
あなたが相手に良いことをするとずっと一緒にいられるって、この伴徳的な関わり方でサブスク的なモデルにすることによって、例えばですよ、例えばこの5000円のセミナー1回で終わるんじゃなくって5000円の会員制度とかにしたとしますね。毎月毎月の勉強会に出られますよみたいな、毎月毎月すごい情報が得られますよみたいな、5000円の会費にしたとします。5000円の会費にしてですね、先ほどの仮にですよ、400人の方たちが会員になってくれたら、なんと年間でです2400万円の継続課金もできるようになっちゃうっていうことでもあるわけですね。そんなに簡単にうまくいくのって思うかもしれません。そうやってる人だけがうまくいくんです。どうやったらいいのか。このサブスクっていうのはですね、月5000円以上の価値があるものに参加できる権利、例えばこの30万円っていうようなものが月5000円の会費に入るとすごく安くなりますよだったりだとか、1回のフロントがですね、1回のフロントが1回だけで終わらないような、毎月いっといた方が良さそうだなって感じるようなものである必要があります。一般的にはですね、この20倍とか30倍ぐらいの価値があるものが月々で、月々の支払いで手に入ってしまう。例えば50万とか30万とかで通常やってたようなものが特典として映像として全部もらえちゃうとかっていう風な会費だったら、5000円の会費だったら、あ、それだったら価値あるなって言って入る方がいらっしゃるわけですよね。みたいなことも考えていただきたいということなんですね。そんなにうまくいくのかって思うかもしれませんけども、実例で見ましょうか。コンサルティング会社の事例です。フロントエンドとして業種別勉強会ってのを始められたんですね。サブスク的な収益の実現とバックエンドの販売の機会につながる非常に効率的なモデルが実現できたことによってですね、なんと売上が250億円を超えていらっしゃいます。経常利益で71億円ですよ。このフロントエンド、バックエンドっていうこの考え方を取り入れるだけで世界が変わってくるということなんです。船井総研の、ね、中谷社長とはもう長い間お付き合いいただいて、いろいろ情報をいただきましたし、私もね、マーケティングの勉強会で船井総研さんに行かせていただいてお話しさせていただく機会をいただいたりもしましたけれども、もうこの考え方を実際によっしゃやってみようっていうだけで本当に変わります。まあ、とはいえね、大企業だけじゃないのって思う方もいるかもしれませんので、個人事業でやってる方でもちょっとね、お伝えできればと思いますけども、柏倉さやさん、実は彼女は現役の大学院生なんですね。大学院にいらっしゃいながらも高単価な講座、これ受験生向けのね、東大にいらっしゃるんですよ。この柏倉さんって東大に10件合格したっていう、これをお伝えする学習コンテンツをお持ちなんですね。でこの高単価な講座だとかメソッドの販売の前にですよ、この体験できるフロントセミナーを加えたと。でしかもそこは伴徳的にですね、相手に良いことをするってことを考えたことによってですね、半年で過去最高売上になったと。先ほどの船井総研さんまではいかなくてもですね、このフロントエンド、バックエンドっていうのを考えることによってですね、後にある高単価なものをいきなり売ろうとするとなかなか大変。でもフロントがあることによって、あ、一回行ってみようかな、あ、こんぐらいだったらいいなって、これ徐々に徐々に上りやすい階段を上がっていくように、価値を受け取れるようにするっていうのがここでの重要なポイントなんですね。他にもですね、この伴徳っていうのを取り組むと、このビジネスモデルっていうのが変わってくるんです。お客様からいてくれないと困ると、あなたの会社が良かったって言ってくれるような仕組み、彼の場合はですね、美容系の機器であるとか化粧品みたいなものを扱っているんですけども、みんなで良くなるって、まあ、ここではね、ちょっと詳細をお話ししませんけど、ウォールストリートジャーナルのアワードを受けてですね、なんと独立してから2ヶ月で3000万円の売り上げを達成してしまったと。この伴徳の哲学っていうものをね、ぜひ皆様も学んでいただくと。つまり関わる人にあなたが良いことをする、そうするとずっと一緒にいられるっていうことをモデルに組み込むっていうか、本当にそれに取り組んでいかないと SDGs の時代はサステナブルな事業成長だとか実現ができませんよっていうことでもありますね。ということでですね、今日はいくつかの事例とともに、この伴徳のマーケティングということについてお話をさせていただきました。この伴徳経営についてはですね、 LINE に登録いただいた方全員にですね、この伴徳経営のすすめという書籍の全編ですよ、部分じゃなくて全部を PDF にしたものをお届けします。でちなみにこういったものもファイル受け取ってですね、保存して読まないまま終わってしまってはもったいないなと思いまして、一章ずつお送りします、順番に。でそこに私の解説動画もつけてお送りしますので、ぜひ楽しみにご覧になっていただければなというふうに思っております。
ここまでですね、最後までご覧いただきまして本当にありがとうございます。ぜひこのね、皆様の人生が変わるきっかけになっていただければと思いますし、このバントク良かったなと思ったらいいねボタンをぜひ押していただきたいのと、またチャンネル登録されてない方はね、ぜひチャンネル登録をしていただいたり、素敵なコメントもお待ちしておりますのでね、これからもこのチャンネルご覧になっていただければなと、見てくれたら嬉しいなって思います。本当に最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。